んこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうかさ、えー、私は元気でございます。さてさて、今日の名言のコーナーでございます。今日はロシア人です。ヒョードル・ドストエフスキーさんです。あの方の作品は読みましたが、暗いです。格言も この今回の名言も暗いものになると思いますさて読み上げます完全な自由というものは生きていても生きていなくても全く同じになった時初めて得られるものなんです仏教ですか <laughs> 何なんですかこれは <laughs> じゃあずっと自由じゃないということですね、人間は。まあ、それでいいんですよ、別にはあ。ただ、わざわざ言わなくてもいいじゃないですかって思いますけどね。はい。本当、ロシア人って厳しいんだから、もう、経験値ですよ、私の経験値では、ロシア人は厳しい。はい。ロシアの名言は厳しい。はい。 ということで、今回も最後の最後の最後に、もう一度この名言を申し上げて終わりとさせていただきたいと思います。それでは、皆様、別の配信でお会いいたしましょう。それでは参ります。完全な自由というものは、 生きていても、生きていなくても、全く同じになったとき、初めて得られるものなんです。